はいどうも、リズム高橋です。よっ。本日は、リズリーグを開催したいと思います。今回も、引き続きですね、はい。サンフレッチェ広島ユースの先輩2名に来てもらって、今回ゴールキーパー、お願いします。お願いします。サルジョー君とリョウ君に。お願いします。お願いします。ということで、リズリーグ第11戦、シンプルフリーキック対決来ました。よっしゃ、いいんですか。でも、ちょっと一つ言わせてください。はい、リズリーグのフリーキック買ってますか？買ったことありますか？そういうことです。買ったことないんですよ。はい、まあね、魔物いますからね。うん、で今回フリーキックするのがシンプルフリーキックなんで、はい、もう公平に3箇所、もう自分の好きなところだけじゃなくて、はい、3箇所から、はい、1人2本、2本ずつ、同じ場所から1人2本ずつ、1人6本蹴れる、はいはい、フリーキックを打って、ゴールした本数が多いやつが勝ち、勝つということがシンプルで、本日の壁、久しぶりの登場です。すげえな、大森圭吾に来てもらったことです。大森圭吾さんと同級生もね、同級生ということで、現在勝って22、12の6ということで、でもフリーキックウィナーズ決めてます。あ、確かに。まあ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 ね、フリーキックだ、あのウィナーズだけじゃないよ、スパッチでも決めてるから。お前、こいつしかもラストシーンで出てる、キッカーのためだけに出て決めてるから。それでは行きましょう。見える場所はテラアーク外のこの黄色い交わりの左真ん中右で行きます。キーが順番と場所の場所の順番も決めれる。最初はグッポイ、はい、一緒、ここの位置はでかい。俺一番、順番がまあ、まあ、まあね、そうなるよ、皆さんもね。壁のペースあるもんな。これ、ね、壁思ったよりめっちゃでかいし近いですから。見る、おー、うわー、それあるよ。まあ、小森選手かもだわ。小森選手、うわうわー、一歩下げますよ、一歩だけ。いや、全然、はいはいはい、全然よ。ちょっと今んとこないな。おー、キーパーが暇してるぞ。うわ、入ってたな、枠入ってたら。ゴールキック、ゴールキック、やばい、特に長く登った。ゴールキックです。うるせえ。いいよ、えぐい。いや、ナイスキー。うわあ。ナイスキー。よっしゃ。いや、ここや、ほんま、ここで決めるなんと。マジであと4本で決まるからね。ほんまに、どこ、ここも無理だよね。あ、そこは無理。あ、相当無理だね。絶対こうじゃん。うわぁ、いい弾道やったな、今。うまっ。ボールキックですよ。これマジ1点の戦いだよ。うわ、この壁は今、フリーキッカーみたいに並んじゃったわ。確かに。壁を越すことを意識してみて。優しいな、教師。いいよ。でかい、でかい。やっぱりえぐいな。うわ、今枠くっそ決めてよ、ここ。ちょっと今感覚つかんでる、もう。これね、ストレスが溜まる状況の中でやらなきゃいけないからね。うわぁ、やばっ、うわぁ、うわ
ポストちょっと待って、ここで1点取ったもん勝ちやろ。スランプやな。一点入れたらでかいな。うわ、落ちない。落ちない。これ入る？今日。もう一点入れるやつが勝ちだと思うよ。これは。とりあえずラストだね。一番だるい展開になってるわ。シゲまだ大丈夫、まだ大丈夫。やば。待って。とりあえず勝ち点はゲットだね。1以上確定。うん。うわあ。さあ。いや、マジきだ。また1位取ってる。勝てたー。うわ、マジ勝てないフリーキック。一番だるい展開になった。延長いきます。延長戦です。いやそのスピードはね、さすがにね。え、うわ、めちゃくちゃ逆飛んでたぞあいつ。フリーキックか。まだまだまだ終わってないから。2連敗。まだ終わってない。なんやお前。じゃあ外巻き行かれるかチェックしたの。まあいいや、まあいいや、こうて外して俺勝ち点ゲットだから。うわということで、1位が俺で、2位がシゲ、3位がケイコということで、11節終了時点で22、22、15、7ということで、ここのケイコの勝ち点0、クソでかいぞ。マジかなんで勝てないんだろうな。魔物じゃない。強くよ。ここまで来たら。こんだけやったら。はい。もう実力ですよ。これウィナーズで一度も直接に蹴ってことないのが響いてるかもしれない。いやー、タムジョ君、ありがとうございました。2人とも。ありがとうございました。今回の。ただで、リグリグ第11節が終了しましたので、残り7節もお楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございました。